さあ今回も始まりました。クニオと一緒。司会は私、クニオです。今日は3人の挑戦者が参加しています。ではそれぞれ自己紹介をお願いします。こんにちは、福です。精一杯頑張ります。さきと申します。よろしくお願いします。はいはい、こうくんです。頑張っちゃうので応援よろしくねー。元気なのはいいことですよ。それでは早速問題に移りましょう。今から3つの問題を出します。1問目と3問目は早押し問題、2問目のみ3択問題となっています。では最初の問題です。 JR 福崎駅から福崎高校の校門へ徒歩で行く際にかかる時間はどれくらいでしょうか。はい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 、10秒。いや早すぎるだろ。ダッシュすれば行けそうじゃない。いくら近いとはいえそれは早すぎるよ。約5分です。さきさんお見事、正解です。このくらい当然です。福崎高校は佐伯駅からの距離がとても近い学校で、駅から徒歩で約5分で着きます。春には踏切から門までの道のりに桜が咲き乱れ、大変美しい風景が見られます。では次の問題です。校門から入って左手に見える銅像は次の画像のうちどれでしょう。はいはいはい、 C のカッパ。なんで、福崎町のカッパ有名じゃん。駅前にもいるし学校のプールでも見かけるよ。駅前のカッパのオブジェは、ともかく学校のプールって、何が見えてるんですか。はい、A です。福くんお見事、正解です。さすがにこれは毎日見ますし間違えられませんよね。この銅像は駅から近い方の校門から入ってすぐ左手に見える銅像で、よく見かける割には謎が多いです。わかっているのは陸上部のユニフォームを着ていることぐらいですかね。では最後の問題です。福崎高校が開校したのは1914年。なぜ。まだまだ問題は続きます。開校したのは1914年ですが、驚愕になったのは何年でしょう。はい、1948年。コウ君お見事、正解です。それはね、コウ君は授業でもたまに勘で正解出しちゃうもんね。勘に負けたのは少し悔しいです。福崎高校は福崎村立実科学校として1914年に開校、数回の改称を重ね4回目の改称時に今の兵庫県立福崎高等学校となり、男女共学となりました。さてこれで全ての問題が終わりました。皆さんどうでしたか。とても楽しかったです。ありがとうございました。全問正解できなかったのが悔しいです。次は全問正解してみせます。超楽しかった、またやりたい。それではまたお会いしましょう。さようなら。